大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、ファイアープロモーター団体運営モード FMW 編38回目のはずやっていきましょう。18年目の5月ということで、まあ、いつも通り行きましょう。前回、誰、ディクマードク断れたんやったっけな。まあ、いっか。で、えー、っと、現在アメリカで、 団体人気をなんとか S にしたいけど S にしたところでその先はどうなんだということですがまあまああのもうねとにかくレスラーを育てていきましょうでうんあグラジエーター人気上がってるやんすごいねグラジが前回挑戦したんやったっけなその辺が分からなくてきた あ三沢さん、一回いとっか。あ、うであかんわ。じゃあ、マイク・ベイリーはダメし。石、うん、あ、ゴー・リュウンでも。マミーも違うな。あ、この辺いこうかな、一回。同門ですけどね。因縁男、マイケル・エルガン。一世一代の勝負。で、前もやった気がするけど。まあ、いっか。で、えー、っと、タッグ。 石井日野が持ってるのを、ね久々でもないかな大仁田と、はやぶさ、いや、が、や、ちょっと待って、これは、グラジと、はやぶさで、ちょっと一回行ってみましょう。で、えー、っと、シックス面が、あー、これ多分できひんな。じゃあ、 えー、ジュニア FMW のジュニアを明人と戦っておくと。で、あとは、えー、ノーマル、普通の試合で <laughs> 失礼。あ、L サムライの方は人気が上がった。高い場より L サムライ。高野俊二も上がってんじゃあ、近藤修二と。 エルサムライデコで,いこうでえっ、ー、とここの人気者グレートムタとわあ三沢がダメなので川田でいきましょうかね人数足りるかなでも結構皆さん人気は上がってきましたよねレザーこれもったいなかったかな まあいかで、大似たと、えー、音量でいいでしょう。で、この辺でシングルにしておいて、ピクタスジャックと、高野俊二。シングルで、あー、これを入れときゃよかった。で、えーと、剣王。おー。 やっぱ増えてきたなぁ。人気が。S、S ぐらいの人気のあるレスラーが。これはゴーリューマ入れておいて、サモア・ジョー、ジェフ・コブでいいでしょう。で、残り2試合。アイスマン、首ちょっとやばそうやけど、テリー・ボディも、B まで。 あっっさり上がててきてるなでダミアンとヘッドハンターいけるはずいや余裕や高いはじゃあ休ませるぐらいのつもりいやーミサあミサも休ませよでテリーゴディでーでおおいいじゃないですか完璧4000円であでも5万人まで来たな よし、とりあえず6万5000人超満員札止めあそうそうあのー、えっ、ー、とねちょっと作業しながらなんでうまく喋れないような気もしますがあのー、コメントをねいただきましていやあの別に大た問題じゃないんですけどもえー、DDT ついてて詳しいいいいいいですすねみたたなことととをちょっとコメントいただいてありがとうございますいや、ただ僕はまだそれほどでもないというのがあるねんけどなと思いながらなんですけどね、まあありがとうございます。コメントそのものがねありがとうございますというのもあるんですけど。で、あのね、DDT とのね、こう、関連、出会いとかね、えー、ちょっとね、DDT とはね、なんかね、縁があるんですね。で、えーと、ただ単にそのファンとしてプロレスを見て、 で、えー、っと、DDT がまだそれほど大きくない、有名じゃなかった時に、あのー、ケーブルテレビ、うちはケーブルで見てたんですけども、サムライ TV でやってるインディーのお仕事という、まあ、番組で、えぇ、ー、見始、知ってて、で、それをすごい好きな人がいて、で、それも仕事関係の人なんですよね、それが。 で、西岡さんこれ面白いですよって教えてくれて、へえーとかっていう話してて。で、そんな頃、また別の、えー、仕事を一緒にする人が、えー、たまたま柿原っていうレスラーがいたんですよ。あのね、なんとかっていう女子団体の、えー、風花っていう、そこそこ有名だった方だと思うんですけど、このもプレレレスに関わってるんじゃないかな。 で、その、えー、風カっていうレスラーのお兄さんが柿原っていう柿原大ちゃんったかなっていうレスラーで、えー、この方がアルバイトで働いていた時に一緒に働いていた人あグラジ取ったと一緒にすることになったんですねでその人が えー、DDT の大ファン。その、だから、柿原と一緒に仕事したことあるから、個人的に柿原を応援するつもりで、DDT を好きになった。プロレスはそんなに好きじゃないけどね、っていうような。で、そこから、西岡さんプロレス見るんですかみたいになって、で、あ、見ますよ、って、DDT 知ってますかっていうか、いや、またマニアックなって話してて、で、いや、実は柿原って、私知り合いなんですよ、ってなって、ええー、ってなって。で、一度職場まで来てくれて。 サプライズで多分その大阪の営業あのいろんなところに行ってポスター貼らしてくださいっていうようなことをやってる時にひょこっと現れて来てくれてですごい感動したことがあってわわすげえってでそういうその何て言うんですかね繋がりともう一つは同じように仕事で一緒にやってた人が実は男ィ D のが大阪で 大学プロレスやってた時、学生プロレスやってた時に、同じ学生プロレスでやってたっていう人だったんですよ。で、その人のつながり、縁があって、男食ディーノと一緒にご飯を食べさせてもらうという、大阪大会みたいなのがあった時に、えー、今日ご飯一緒に行きますけど、西岡さんも来ますかみたいなことを言ってくれて、で、男食ディーノと一緒にご飯を食べたことがある、全く、だからプライベートですよね。 いうことがあってまあそんななんかつながりがなんかうまいこだにあってでまあまああのー、ファンになってで一時期ね結構暇があればえー、暇とお金があれば試合を見に行ったりまあそれとも大阪会場ばっかりやったんですけどでも何回か、えー、東京を ままで行ったたこともありましたね後楽園ホール見に行ったりとかあと武道館日本武道館も DDT の時に初めて行きましたでもそれ以外行ったことはないですね新日とか僕だから東京まで見に行った記憶はないんですけど DDT だけはあるんですよねまあそれもでももう10年ぐらい前の話なんでもうそれからは知らないんですけどね最近の DDT は ただまあでもやっぱり知ってるレスラーがいるということがあってえー今でも追いかけてるみたいなところはあるのかなはいというようなことですねでえっとまあその話はその辺でまあそういうことでコメント外しみたいなもんですかねでえースペルデルフィンは最初モンキーマジックは来たとして FMW でデビューじゃなかったですかみたいなことを言っていただいたんで ちょっと一遍ディック・マドックに声かけてたんですけど、デルフィンにも声かけてみましょう。ということで、一発 OK ならこれも運命。<laughs> 難しいですね。最近なかなか本当に、最近でもないか。なかなか取れなくなってきましたね。もしかすると、こう、団体の在籍人数が増えたことで、 えー、そう取れなくなってくるっていうような何か理由があったりするのかなというのは考えすぎでしょうかね。まあというわけで、グラジエーター、ダメ元でもう一度かな。まあでも、タッグのベルトも取ったということなので、まあ言ってみましょうか。で、 前回できなかった6面この3人ですねでここエラ侍と高野俊二とこの3人でね人気がありゃまあいいということにしましょうでジュニアはちょっとお休みさせて <coughs> ハワーダ小橋この辺のメンバーも新しいの全然取れてないからまずい気もするな。セブン軍団いつ消滅してもおかしくないですもんね。で、えー、っと、大仁田。うーん。まあ、はやぶさベルト。あ、2つも持ってるやん。じゃあ、大仁田とはやぶさで。 今回は出てそれにえー、っとここやなサブーとアイスマンでいこうかでこの辺をあマミーをシングルにしておいていや無駄で あミ三沢はでも B になってる。ええ、落ちたな、人気。マイク・ベイリーは休ませよう。ゲンタロウ。で、日野裕二。コウ・リューマが、なかなか人気が上がらないけど、こんなもんかな。カクタス・ジャック。で、ヘッドハン うんーこれはーこっちでいこうでタッグタッグ組めるかなあーちょっときついないやタッグじゃ無理やシングルでいっとこうで高岩と 合流まであしまったこれはこうしようじゃあでテリーゴディでであ音量とか残ってたしまったなこれは失敗やまあいっかじゃあちょっとこれは多団体に生かしてみようおもうちょっとで6万人ぐらいまで来ましたね <laughs> 失礼 で他団体参戦 ECW うーん超絶縁状態あでも ECW だんだんレストラン増えてきたなちょっと ECW との雪解けならんかなかたくなにうんこれはでももったいない気もするな これずーっとやってたらなるんかなあ,あ CMLL もレスラー4人に増えてますねまあ増えたっていう話だっけスタンピードレスリングが1人なんですよね大阪プロレスまあいっかでグッズは特攻がマスク売れへんなあ よし、で OK さあやっていきましょう全然また余談というか話は画面とは全然違う話をし始めるんですけどこの間あのプチ鹿島さんの 世の中を、プロレスを見れば世の中がわかるみたいな本を、えー、ブログか YouTube のどちらかファンの方、えー、僕は勝手にナベさんと呼んでますけども、まあ、お名前ここで晒すのは良くないような気がするんで、方、えー、から送っていただいたんですね。で、それをまあ大体読み終えたんですけども、えーまあ、いろんなこと書いてあって、まあ、その政治的なこととプロレスというのは、えー、その 似てるというか密接に関係という意味じゃなくて同じようなことをやってるからさっきプロレスの方がそれを表してますよねみたいなことが書いてあるまあ本なんですけどもねえ面白かったのがジャイアント、ババア,アントニオ猪ともこうテレビ中継がないとプロレス団体というのは成り立たないというふうに思っていたのがでも、そのテレビ中継を維持するためにいろいろ苦労したと。 でそれがいよいよこう昭和の、えー、時代でプロレスよりプロレスがあんまりテレビ中継されなくなった、えー、要はバックにテレビ局というのがいなくなったこれでプロレス団体が潰れると思ってたら意外と大丈夫だったとじゃあその時カタのみが起きて本当に自由に好きなことができるようになったんじゃないかあの2人はすごいそれで楽になったんじゃないかっていうのを こう書いてある。まあ一部なんですけどね。そういうことが書いてあって。で、それを見たときにあ、あなるほどと。この、ファイヤープロモーターで僕もお金がないときはテレビ中継に振り回されてたんだろうなっていうのがあって。もしだからまた次やるんであれば、スポンサーもテレビ局も両方ともお金のバックをつけずに、 やるという縛りプレイもいいかなと,と。と思ったりというようなことがちょっとあっただけでね。まあ次のやつも考えてんのかいと。悩むのはね、WJ って、あ人入り、一人も入ってないん結局。うーん、増えないなおグランなにはか。WJ という、まあ、団体がね、 ったことは皆さんご存知だと思いますけどもその WJ をおデルフィンが入りましたね目指すというかだからハードモードで難易度がハードで、えー、レスラー2人でもここまで業界トップに、えー、上り詰めるということは証明できたので今度は スポンサーもいるけども、全然団体の人気が低いときから、大会場を赤字覚悟で使いまくるっていうストーリーですよね。で、倒産せずに続けることができるのかと。これはね、まだ試してないんですよね。あの、前、このね、FMW 編はね、実験したんですよ。やれるかどうかを。ちょうどこれぐらいですよね。こう もうある程度やることなくなった時に一回ちょっとやってみましょうかって言ってデータをセーブしてそれを始めてみるとかっていうのをやってえあこれはいけるな1年ぐらい持てばなんとかなるなっていう感触をつかんでからやるという超こう何て言うんですかアコギというかずるいやり方をしたんですけどもね今回はそれをせずにぶっつけ本番でやるというのも 一つの手かなぁとちょっと思ったりしたりはしてるんですけどねまぁ、あ、ちょっと今後考えてみましょうかねまだどうするか、えー、決めたわけではありませんただちょっとそのだから WJ っていうストーリー、まあ、まあ当然ねそうなったら今度は WJ に登場したレスラーをいっぱい 作っておかないといけないな、みたいなのはちょっとありますね。それは今回の FMW 編をやるにあたって、とりあえず大仁田とターザン・後藤がいたらいいかって思ってたのはちょっと甘かったなというのはありますね。それをちょっとまあ今後やるとしたらまたちょっと時間をいただいて、準備期間を,を取ってからということにさせていただくことにはなるとは思いますけどね。まあでも、 ちょっと考えてみましょうかね。まだやると決めたわけじゃないですからね。えー、やめ、やるかどうかは分かりませんがということで、まあそういうことを考えてますよっていうお話でした。さあというわけで、いつものようにやっていきましょうか。カクタスジャックが、あデルフィンどこに入れるか決めてなかったな。あこれはちょっとやだ、まずい気がする。 ここじゃなくて、ここや。サーモア城。これ、シックスメンのベルト持ってんねんな。か。それはそれ。スペルデルフィン。人気がアメリカだとないので、そこは、前座からやってもらわないといけませんよと。 でミサワがマミとやるシングルうんああレザーフェイスも A まで上がったなこれはいいぞテレフンはまだダメじゃあ大三田とやってでえー、とダミアンと アイス、いや、レザーでいこうか。で、アイスマンと、いや、余るな、これ。かなり余るな。あー、日のゆうじ忘れてた。うわ、めっちゃ余るな。しまったな。こうしよっか。じゃあ、強引に。えー、日のゆうじ、源太郎で、 おおいいじゃないですか。矢の侍高いわ。で、タックきついかないや。いけるな。サブで、デルフィンは、じゃあ、テリー・ゴディと、組んでと。まあ、一応、デルフィンのデビュー戦。 4000円はきついやろうな6万人ぐらいに乗ったら4000円でもいいかなと思ったりしたんですけどねであ,あとはその WJ でやるならもうギリギリまでこれを積極的にこの設備をせめて道場だけでもめちゃめちゃお金つぎ込んでギリギリでやると。 だそう考えたらあれですよね、このゲームもあの借金システムとかあっても面白いかもしれませんね。スポンサーにお金を借りに行かなあかんようになるとかね。おいつの間にか FMW の団体人気が S になりました。えー、これね、あの、セーブデータを見たらわかるんですけども、大体多分、ハードモードにしても、団体人気を上げるのは、まあ、 前にやったからコツを掴んでるっていうことかな。まあまあね、えー、これぐらいでできるということが分かったということでいいでしょう。で、お金に関しては、今回はもうレスラーの給料バンバン上げて、あんまりケチらないでいってるんで、多分なかなか、えー、その団体内でのお金、資産での1位ですね、を取るのは多分難しいかな。まあ、 別にもうそこを目指したところで何もなかったんでね。前回だから WMW 編では、えー、業界一位になったら何かがある。まあおめでとう。よし。じゃあ、オール一位になったら何かあると思ったんですけど、何もなかったんで、もう別に何もすることがないと。いう状態。あと経験してないのは倒産ですね。わざと倒産させろうかな。 させろっかないってそれが難しいかもしれませんね工業を打ちながらレスラーの数増やしてめちゃめちゃ給料上げてっていうぐらいしかないですけどセーブしてやったろかねいか全レスラーの給料1000万ぐらいになったらさすがに破産していくかな お負けた。あー、グラジー、セキプ、ベルト、ったに。これでちょっと人気落ちるんちゃうか。あーでもすごい評価高いぞ。これで、ちょっと落とされたぐらいじゃあ、うん。あ低いけど。いやー、ゼブラ強いなー。ああ、でも92%いきましたね。 6万うん7万6000人で大満足すごい団体やなうーんもかりすぎやなーうーん倒産どうやったら倒産できるかな変な方向に何か今スイッチが入ってますね 18年目の8月を釣るためあーダミアン !FMW っぽかったのにニコライズ F ・ズエフゲンタロウ久しぶりにサンドマンがやりたいと忘れなければねうーん大仁田とあれ誰やったっけな忘れたあゲンタロウや で大仁田の給料まあ上げんのはいいんだけどさこれをもっと上げても多分ゼブラが多分今一番高いんかなこれをやって130万ぐらい上がるんですけどそれではびくともしないでしょうね。 まあ別にでも30何人おるから100万ずつ上がったとしていやそんなことないけど100万ずつ例えば上がったとして3,000万3,000万上がっても経費がうん黒字になっていくんやろうなまあちょっと適当にじゃあ上げてみましょうか 信頼度がちょっとでも下がってる人はもう上げるというルール合流リ,リューマ安いからな合流マ上げてあげなあかん他のレスラーとの差を見て比べたりしてたり、ね、するかもしれない3秒上げた んテリーゴディ。来たばっかり、ね、これもあれですね。もう全レスラー一気に給料を上げるっていう,うなんていうんですか。仕組みがあってもいいでしょうね。さあなんか次々減っていくジャンボ鶴たな。四天王でもないしな。 天竜源一郎よしマドックうーんダメかパタイヤーマドックでえっ、ー、と6万ちょちょちょっと待ってくださいねちょっと待ってというか ああ、でももう、アメリカの方が多分人気あるんですよね。このアメリカの人気を引っ下げて、日本で、日本のね、人気が低いんですよ。その日本の人気を上げるために、行くっていうのもいいな。この石とかね。日本だけでなんですよ。マイク・ベイリーもね。日本であんまやってないから。 リゴディとかまあしょうがないけどうんまあでも一番大きいとこが6万5千ですもんねちょっと工業を売って考えてみようでえー、っととりあえず工業それにしてもゼブラが全然負けへんなあデルフィン忘れてた うん。グラジュもあかんかったしなグレート・ムタも一回行ったけど、あかんかった。ミサンマンもダメだった。ケンオウもダメだった。イシーもダメだった。ヒノウもダメだった。マミーもダメだった。エルガンもダメだった。サモア・ジョーはまだ行ってないかなジアイズマン。サモア・ジョー一回行ってみようか。 前やった気もするなまあいっかえー、じゃあタッグちょうどいいなサモア・ジョーシックスメンの王者なんででこれをここでよし <laughs> 失礼でよしであとはえっ、ー、とシングルのジュニアヘビーをやっておいて あーマイク・ベイリーの足がまずいなであとはタックでいけるとこまでいきたいなマミーとアイスマンでああデルフィンデルフィンはじゃあ新 FMW がいいかなオーニータの首がじわりとやばい気がする でここと高いはあ,あこっちでいこうかで飼育組のこの2人でいいでしょうでこれに対して よしま,だまだグラジの人気もありますからね。で、音量と飼育群は、テリーゴディが残ってるからと。で、デルフィン、あー、しゃか。エルサムライと、ちょっと首が怪しいな。あもったいない。 で、残り2試合シングルでいけるかなうわっ、あっ、ちゃう、びっくりした。あ、火のいっつも忘れられてる。かわいそうな。うーん、嫌なのでいこうか。で、デルフィンがこれでピタッとはまるはず。よし。 さあこれで4000円であーまだ5万5000円かちょっと減ったかもしれないあ三サンドマンごめん忘れてた <laughs> もう一度カードを組むと、えー、戻せないこのゲームの罠ですねこれが悪いわけじゃない 出られたサンドマンが終わりということにしましょうさあ6万5000人もう6万5000デルフィンスペシャル1号でおおいいですねもうこの6万5000人にも余裕が出てきましたね、まあ、テレビ CM 打ってチケット料金が2000円ということですけどでもこれ4000円に上げていったらまたさらに儲かるんですよね もうかってしょうがない言ってみたいなもうかってしょうがないリアルでねでもねまあ人間お金の集まるところにはいろんな悪いものも集まると言いますしお金たくさんあって生活は楽になるかもしれませんけど幸せになれないかもしれないっていうね さあ、マイク・ベイリーが、奪い返す。評価ちょっと下がった。ああ、90%、これきついな。お、100%。おぉ、剣王石組み、うん、やっぱりいい仕事しますね。いやーこれでは無理だ。おぉ、すごい。諦めたらダメですね。どうだ 90%乗った素晴らしいな7万6000人の90%うーんでちょっとこれを見てみようこれもしそうですねグッズをこれだけ売れてたらねスポンサー収入と お放送契約終了あっ終了ちゃう収入がなかったとしても多分支出支出がこんだけですもんねうん多分だからスポンサーなしテレビ中継なしっていう縛りでもレスラーの数だけか できたらあ,あまた一人減ったうーんはやぶさねうーんなんか急にレスラーが去っていくようになった気がするえー、っとちょっとディック・マドク なんかもうディック・マードックを取るためになんか試合してるような感じになってきましたねまあでも90%ちょっと待ってごめんなさいちょっと見たどうしても調べたいことができたんであのベルトを何回防衛してんねやろあ,あ24回防衛ですよすげえなふん ちょっと歴史を見ますね。27代王者。まあ最初はあれでしたよね。この2人しかいなかったからね。で、ここに冬木が入ってきてよかったねって言って、はやぶさんにも回してよかったねってなって、えー、あ、ガン之助がいたんですね。で、あー、飼育も入ってきて、あ、ブッチャーもおったんやな。マンモ、佐々木。ここで初めて FMW っぽくない人が入ってきたと。 ああ、マミーもね。ああ、えーそうなんや。ザ・シークからゼブラが奪って、そっからこのベルトに関しては一度も奪われたことがないんですね。他のベルトは、あのー、なんでしょうね。こう、他団体から持ってきたりしたので、いろいろ手垢じゃないけど、ついてるんですけどもね。FMW の名のつくベルトは、他団体に一度も流出は、 していないなはずですよ、ね、ここももうああミルマスカラソンもいたなそういえばここは一応歴史は残るんですねシックメ面ここはもう3人がねここ名前が最初の1人しか出ないのはちょっとなんかもう一つやなと思ったりするんですけどああだからこのベルトなんて 全然防衛戦してないっていうことですもんね。なるほどね。はい。まあ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 。それだけの話です。違う。じゃあ工業を懲りずに。もうでもこれでやること本当になくなってきたな。で、まあまあやっていこうか。 日本でちょっとしばらくやろっかな。やってどうなるものかっていうのはあるんですけどね。あ、デルフィン。デルフィンをもう、新 FMW 軍に入れます。えー、特に、それで合ってるかどうかはもうわからないです。で、えーっと、はい。OK。 スッキリ迷ってるよりもね、あのね、全然また話変わるけど、変わりますけどね、その話しよう思って忘れたからこないだ、たまたま、あのその存在には知ってたんですけど、その存在は知ってたんですけど、YouTube にある動画で、あれ、何やったっけな、ちょっと待ってくださいね、FM、FMW のことを、歴史をずーっと、あのー、 ボーカロイド。ボーカロイドって言うんですかあれはんて言うんですか人間の実声。今僕が喋ってるみたいな声じゃなくて、えー、文章を読ませるやつですよね。あのソフトで、淡々とずーっと語っていくっていう動画があるんですよ。今ね、シリーズ51回ぐらいあるんちゃうかな。ただ、1回の動画が4、5分ぐらいのボリュームなんで、まあまあ、何時間かぐっとまとめたら、 一気に聞けてしまうんですけどもこの間それをねずっと聞いててねめちゃめちゃ面白かったですねまあもちろん僕も一応そのプロレス好きとしてその歴史をこうなんとなくは分かってるんですけどね FMW という団体のえまた改めて聞くとああそうやったんやと一番ね面白いなと思ったのはあの FMW がずっとこう大きくなっていくというか FMW の歴史の中で忘れられないのがあの新日本プロレスと提携していた時に、えー、旅館で大暴れするっていうのがありましたよねもちろん僕もそれは知ってるんですけども、えー、その旅館がどうなったかっていうのが、えー、僕は全然知らなくてへえってなったんですけどもその旅館は、えー、その後とえー 廃業したっってていうのがあってなんとなく僕はその旅館まだ未だにあったりするんかなと思って勝手に思ってただけなんですけどもそれが原因なのかがどうかわからないですけどまあその後廃業したっていうことが書いてあってわあすごいなーって思ったっていう話です有名なのかもしれませんけどねまあその FMW ってねその最近えー、っと本そのあの時どうだったみたいな ことを語られる本もいまだに出ますからでそれだけやっぱりみんなインパクトがあったんだろうなとでそう考えるとこの、えー、団体運営モードファイアープロモーターでも FMW 編をやるべきなのかなと思ったりもするんですけどねただうーんどうなんだ でしょう、ね、まあそのそれこそ FMW 編でやるとしたらそれにまつるレスラーの数が足りるかなみたいなのはそれしか取ったらダメっていう縛りにしないといけないでしょうねそれもまた難しいかなとちょっと思ったりしますがまあまあね WJ 編がいいか えー、UWF 変がいいか。ちょっと悩んでるなっていうところはあるというお話ですね。まあどっちも多分プロレス好きな方多分この動画をご覧いただいている方なんかは多分どっちも多分対応していただける対応って変やな気に入っていただけるかなと思いますけどね。 ただ UWF 編にしたらちょっと試合を見るのが試合を見ないと楽しくないかなと思ったりそんなことないかなまあこうやってスキップするのもいいかなとスキップでも別にいいのかなと思ったりもしますけどねあら足りなくなったいやそんなことないな じゃあこれをマイク・ベイリーが、あ足りない足りないなこりゃ。いや、スペル・デルフィンこっちにしといて、エル・サムライと高岩は同期やから、あー、マイク・ベイリー頑張って。わー、やっぱり、レスラーの数が、うーん。 と減るとやっぱりきつくなるなレスラーを成長させるスピードとえー、違うレスラーが引退するスピードってやつですねどんどん引退していくよりも早く成長させないといけない軍団グッズはまあ売れるでしょう わぁやっとこさ残り2万ぐらい1回弁当をちょっと5万個ぐらいいってみるか多分3万個売れたら万々歳やなちょっと変化をはいさあ9月18年目やったっけな6万5千人 おお、スペルデルフィンいいじゃないですかバラサンハッパデスマッチっていうことは15分経ったら爆弾が爆発するというでその爆風に巻き込まれた方が KO されるただその15分爆弾が 爆発するまでによりダメージを与えていた方が、えー、KO される与えられていた方が筋肉大移動っていう技ですこれ秋田もね久しぶりに見たから何か分かりませんでしたね音量クラッチでフィニッシュってどうなってんのよ15分で これはだから爆弾が爆発する前に試合が決まってしまって、えー、試合評価としては物足らないと <laughs> これを10分ぐらいにした方がいいかな <laughs> あっ剣王石組が負けたあと UWF でねタッグっていうのはあのまあ一時期どこどっか ユーインターがダブルバウトかなんかいう試合形式をやったりもしてましたよねちゃいましたっけねんまあだからな、ないこともないんかな大成功。わあ、93%もなかなか当たり前になってきたな。うーん、お金がもう借りすぎるな。お弁当や、思い出した。 ああ、3万5千個か。まあまあ、じゃあ、じゃあ、2万個よりも3万5千、5万個作る方が、儲かるのは儲かる。儲かってもしかし、使いどころがございませんが。おうん、相談乗りますよ。ボーナス。デルフィン、給料上げとこう。せっかく、せっかく来てくれたのに。 そゃ万円じゃダメですよまああのそのさっき言ってた YouTube で流れてる流れてるというか YouTube にある UWF の動画ずっと語っていくやつもえやっぱり資金繰りがすごい大変やったっていうのをなるんですよねあのジン社長とえ尾崎さんっていうのと鈴木さんっていうのが出てきてね。 で、内情は実はこうだったみたいなのがずーっと語られていくんですけどもあれはもう一回もう一回聞いてもいいな全部どうだよしさあ救世主となるかディック・マードックディック・マードックどこに入れようかなディック・マードックなんかこう ここでもいいような気もするんですけどね。うーん。テリー・ゴディもいるしな。まあちょっとまだ、まだ考え中にしときましょうか。えちょっと待って。えー、っと。一応、うん、もう S になってますね。うーん。本拠地日本。久しぶりにちょっと日本でやってみようか。ダメ元で。多分ね。 6万人入れんの目いっぱいやと思います。いけるかな厳しいんちゃうかなそし前回それを調べよう思っとって忘れた。で、ちょっとゼブラの対戦相手、日野祐二もこの間であかんかったでしょうーん、ディック・マードックはまだ早い。だろう。大似た。大似たな。 大解読久しぶりに断面元ででえー、っとあちじゃあ間違ったタッグシックス面をここやなこれに対して5ドーになるからここかいやーあスペルデルフィン うん、まだ人気ないもんなここやな人気者でいこう前もやった気もするけどまあいいだろう <coughs> あジュニアやっとこうマイク・ベイリー足怪我してんねやろうなマイク・ベイリーの体調があでも大丈夫やな であとはタッグシングルタッグぐらいにしといた方がいいかなあ,あちょっと分かった今回はちょっと休ませる方向に行こう怪がしていない人であとはシングルあ,あでもそれしたら二本でやった時に 怖いからやめとるこれでいこうかでもこのメンツやったらあ忘れてた日本だと客が集まらん気もするいやそうそれをなんとかそこをなんとかそこをなんとかアテリーコーディでいけるよいかれへんからでここ うん、あんああああ西も休ませよういやー近藤修士休ませよで残り2試合あマードックあーマードック元気でも人気がしいしかないから <laughs> して サブーを休ませるんうんゴーリューマあしまった今日本人気で見てるからまあ回逆にいいかもしれん誰か忘れてるデルフィンでこれで日本だったらどうなりますかっていうのでやってみましょうかドームあでも6万人やったら6万人ああ なるほど、ね、久しぶりにちょっと日本で誰とくっていう感じですが日本凱旋というような6万人6万人でグッズもたっぷりわあこれ写真集破棄した方がいいんやろな まあいっかで弁当は、えー、今回は2万個にしといて OK とよしさあ18年目久しぶりの日本海鮮工業だからなんだっていうことですけどもまあ6万人は埋まるとおおデルフィンスペシャル1号調子いいな 100%でも上げてるから人気上がりそうなもんやねんけどなあやっぱりこのバラ線葉っぱデスマッチがああなるほどねシングルだったらなかなか決着がつかなくていやでもタックの方は決着つきにくい気がするけどな15分で 場外の爆弾が爆発してその爆風に巻き込まれて KO したりするから流血してんっていうことなんかなでもタックやったらなぜタックの方が長引くからあそうかそうかそうかシングルの方が15分以内にもうダメージパンパンになるっていうことですねなるほどなるほど これはでも早いなワンあ,、まあ人気のあるトリオなのでいいんですけどもこれですねうんゼブラからゼルトがてっがせえないああと1%はもったいなかね大成功ですが 質がちょっと増えただけか。<noise> カシン。ああ。はあ。<笑><笑>ああ。またいなくなっちゃったよ。スティール。うんなるほどね。えー、っと、では。 人事やな、とにかくな。わあ、いっぱい。ちょっと、久しぶりに他団体を見て回ります。今回はそれを見て、終わりにしましょうかね。あ田中正人、ベルトなくなってる。信頼度でも高いから、うーん、声かけても来ないかな。ザ・シューター入院中。UWF。 藤波辰巳はちょっとね、ちょっと違うけど。あ、ECW でも。あ、冬木ここにおった。敬へ編やろな。やっぱハードコアんだから集まってるんでしょうね、この人たちは。わしパンはんでかわからないですけど。おー。国際プロレス。男色でいいのが一番。 なぜかが謎ですね。グレートにたなあタ田植ここおる手前見つけてたっけうーん。大日本プロレス。ああ、スタンピードプロレスが、スタンピードレスリングが、機動サムだけになってるんですね。トリプルエア。で、大阪プロレス。あ、バトルレンジャー。 パトレンジャーな、いるんですね。うーん。はい。というわけで、えー、ちょっと早いですけども、今回はこの辺にしておきましょうか。ちょっと次、誰取ろうかな悩むなそれを考えるっていうこともしながら。まああとはね、えーっと、これですよね。もう、団体人気。 オール、S、になっちゃったんでもうすることがないですよね6万人うん2243598八。あ今あの左下の観客動員を見てるんですけどね でも大阪プロレスワンマッチで1250名これは初期の FMW を見てるようなもんですよね体感を満杯にしてるっていうことなんでしょうねなんかこの辺のちっちゃい時の方が団体がね面白かったりするような気がするんですけども はい。というわけで、えー、うだうだ言っておりますので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。サモネの画面が全く見つからずですけどもね。はい。というわけで、えー、まだ、とりあえずは次回も続けます。ちょっと、いろいろ考えなあかんなというところに来ました。はい。というわけで、次回も、よかったら、まだお付き合いいただける方、えー、お願いします。では。 また。<music>